連覇夢さんの青学大原監督人生いろいろ箱根もいろいろ往路袋とも山にごさん、改めて山登り山下りと箱根駅伝袋3日神奈川県箱根町芦ノ湖駐車場大手町連覇を狙った青学大は一時8位まで転落したが9区に起用されたエース格の岸本宏則4年学官歴代2位の階層で3位を死守したレース後原進監督は 人生いろいろ、箱根もいろいろある、もはや28分台のランナー10人、16人は当たり前、27分台のランナーをおろ、袋に1人をかないと、レベルが高い、改めて箱根駅伝は山登り山下りと、練習の質、量を上げないと、と、語った。さらに、当初予定していた山登り山下りの選手が使えず、ここがうまいことはまりませんでしたね。ピース大作戦は、 山登り山下りと2つのピースがはまらなかった。ピースが1つにならないとね。ロックは、選んだ私に最終責任がある。補欠の選手も期待していたんですけど、やはりきちっと仕上げないといけなかった。私の責任、総合力はあるので、上には来れましたけど、3位で喜べるチームではない。真摯、真摯、に結果を受け止めて、来年リベンジできるチームを、私自身も気持ちを入れ替えて作っていきたい。 故障者も出たし、1人に責任を負わせず、チームとしてこの反省を100回大会に生かさないと、と敗戦を受け止めた。誤算は原監督が袋のキーポイントに挙げていたロックだった。起用された西川、改正、4年、がペースを上げきれない苦しい走りで総大、国外クイーン大、宝大、創価大に抜かれて7位に転落。原監督が、スマイルスマイルスマイル、とこぶし続けたが、 前日の山登り奥に続く第53で、この区間だけで5分差が広がって、首位駒大とは7分4秒差。連覇が絶望的な状況となった、西川は1時間3分23秒で区間再開に10位だった。ゴール後の待機場所では座って泣き出す選手もいた。